すけでございます。今日はね、ちょっと縁の下の力持ち的な、そんな工具を紹介してみようと思います。よっこいしょっと。はい、戦闘準備完了。いやーさ、本当にベルトがゆるゆるかといって1個締めるときついというね、もうちょい痩せりゃいいんだけどって感じですけど、今日紹介する工具は、この間っていうかね、道具をバーッと連続でやったときに、1回軽く紹介してるんだけど、これです。まあ、何回か出てきたよね、これ。よいしょ。こいつは、鉄でできてて、とても重たいです。ずっしりとしてる。で、これね、なんていうのかな。まあ、これを使わないで済むような工程で、ものは作るんです。大概ね。でも、これがないとできないところもあったりするし、あとは直しとかね。修理とかの時は大活躍。例えばね、こういう袋物の中についてるホックをどうのこうのしたいときに、まあ、これは違う道具なんだけど、ここにこうして、ね、板を置いて、ガンガンとやったところで、裏側にはやっぱダメージがいっちゃうじゃないですか。だからそういうときは、こいつの出番です。まあ、この先端で使うよりこっちの方が、この芯棒からの距離が短い方がいいんでね。こういう時はこっち側を使って、こうして、ここでバンバンと。それとか、こう、組み立てた後に、この辺をちょっと圧着したいとか、ね、なんか叩きたいような時っていうのは、これがあると、とても便利ですよね。あと、穴開けるの忘れちゃったみたいな時あるでしょ？そういう時は、もう、これが活躍します。だから、こいつにね、どんだけ、何度助けられたかわかんないっていう、そんな道具でございました。名前なんて言うんだろうね。あ、名前わかんねえ。そう言われてみりゃ名前はわかんない。これは池田さんのところ。ダングマンさん。ダングマンさんで、調べると出てきます。僕はね、これ結構助けられてますよ。これがあってよかったと思ったことがね、何度もございます。名前がわかんねえ。ダングマンさんで調べてくださいませ。てな感じで、道具の紹介は、さらっと終わっちゃったね。さらっと。よいしょ。これは、ある程度水分を入れて、寝かせておいたものです。だからしっとりしてますね。しっとり。見た目は乾いてるでしょ？見た目がね、びしょびしょに濡れてるようじゃ、まだです。まあ、まだですっていうか、それがまたね、正解云々っていう話じゃなくて、その方が、僕は好きってだけなんだけど、あんまりね、水分が表面に残りすぎてても、ぐちゃぐちゃになっちゃうんでね、あんまり良くないんですよ。ね、これ新しい板があったんで、ちょっとレビューがてらやってみますね。よいしょ。メガネさんはどこ行ったん？はい。狭い工房でございます。と、これじゃ足んない。もうちょい上げるかな。いい感じかな。この高さだね。この高さ。これでしっかりと上げてからじゃないと、ね。これで、
公開していいんだろうか。まあいいや。ね、ちょっとね、押したところから水が上がってきてますね、ぐっと。乾いてたでしょ？乾いてたけど、押すと水が上がってくるってことは、中にそんだけ水分が入ってたってことだよね。これぐらいの水分量が一つの目安かな。いい感じに押せる目安です。で、今、ここが濡れてたんで、どうしようかな。多分、これでもいけるかな。よし、これでいってみよう。ちょっとこれだとね、押すのに力がいる感じだと思うんだけど、まあやってみようか。ね。ここ、レバーがここなんで、まだまだ下の方に行かないとパワーは、最大パワーは発揮しないんだよね。だからその分人力で頑張んなきゃいけないから。よいしょ。よいしょ。よっ。よっ。それもこれも俺がこの厚みを間違えたからいけないんだけど、よいしょ、ほら、で透明なものを使うとこうやってここをねギュッと押さえたままずれないようにして、これでいくとちょうどこの真ん中がもうちょい押せよっていう感じに見えるでしょ。もうちょいだな。やっぱりこれだとちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいかな。せっかくこの下の台と同じ大きさにした意味がない。これでやるとね、まあまあ大きくなったからいいんだけど、ね、レバーの位置がここまで下がったんで、ここら辺はすごくハイパワーなんで、そんなに自分自身で力を頑張んなくても、ほらね、もうちょい上側、この辺か。どうしようかね、これこうやって使おうかな。まあこういう板っていうのはね、何かしらにいろいろ使えるものなんでいいんだけど、まあそんなに高額なものでもないんでね、やっちゃったーっていうそのインパクトは少ないんだけど、ね、で、ではでは、前に使ってたセッティングだとすると、これにこれを使って薄い方だね。やらかしてもただじゃ起きない、ね、厚み違いで、僕の勘違いで厚いやつを頼んじゃったんだけど、何かねこういうもの時に思いつくこともあったりするんだよね。あ、これにいいじゃん、あ、これこういう風に使えばこっちの方が良くねみたいな、何か発見につながったりすることも負け惜しみ負け惜しみっぽいけど、今自分で言ってて思っちゃった。これはね、これのデザインは押す面積が大きい場所があるんで、そこだけはね入りづらいんで、そこを重点的に押してあげると綺麗なね模様が出てまいります。いやいやいや、今ね、いろいろやってたらね、驚愕の事実が。俺これ間違えたとばっかり思ってたんですけど、うちにはね、いろんなこれあるんですよ、PP 版。購入したのも含めて。これね、どういうわけだか、これが熱かった。熱いのに熱いの使ったから余計熱かったんだよね。で、これ薄い方にして、この下に何も敷かないで、で、同じ大きさでってやったら、セッティング的にはね、ほぼいい感じでした。何やってんだよ俺って感じだけど、
本当何だったんでしょうね。これだと、あ、だから、あの、間違えてなかったっていう、結果的には。いっぺんに2つのものをどうのこうのしようとすると、こういうことになるんだよね、やっぱり。確実に1枚1枚もう、まあ少し高いんだけど、まあこんなもんだろうっていう。よいしょ感じでした。なんだ使えるじゃん、よかったじゃん。相変わらずドタバタ劇をやってますね、本当にセルフドタバタしてますけど。さてどうい、次はブライドル。ブライドルは表面がとっても硬いので、とーても硬いのでしっかり押さないとね、模様が入らないんです。よし、どうだろう、多分いけたな。おお、すっごいいい感じ。硬いブライドルがこれだけへこむとね、なかなか気持ちがいいです。はい、ね、こうして一つずつ、こんなほんと油圧でシューガチャーンなんてね、ガン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 オートでやっても良さそうなもんですが、そこまで設備を整えて、まあ個人工房のあれだね、この辺が限界っちゃ限界な気もするんだけど、もうちょっと数増やしたいな、作るの。この辺はね、外部委託でやってもらってもでね、常々思っちゃいるんだけど、なかなか思い切れないでいますね。でもね、僕がこう手を動かすっていうのがやっぱりそうじゃないとダメじゃねえかなって思う気持ちもあるんだよね。何かほら商品開発につながるじゃない。うん。まあ常々そんなことを考えながら仕事してるわけです。はい。よいしょ。ね。あの乾かないようにビニールに入れてます。さて次は。プエブロかな。ほんとね、同じ作業をね、同じ作業を皮の種類を変えてやるっていうのは、これは今刻印だけど、ヌーにしろ何にしろだよ、あのすごくこう皮の特性をつかむにあたってとても有意義だよね。あ、この皮はこれに比べてこうなんだ、ああなんだっていうのがとってもわかるので、そういった意味で面白かったりします。ね、プエブロも刻印がガチッと入りやすい皮だよね。
こんな感じです。はい、また薄いのに変えましたけど、ほんとね、このオール2000ってやつはこの下の台の厚みによってかかる力っていうのが本当かか、あの自分の力に対して先端に、この先端にね、かかる力っていうのが変わるので、この微妙な高さ調整で楽にもなるし、割と力を込めてギュッてやりたいところとか、これね、さっきに比べて俺全然力を入れてないのが分かると思うんだけど、軽く軽くやってもね、スパッと入るようにもできたりするんです。よいしょ。でこれはね、結構水分を多く入れてるので、乾いてくるとね、この皮は反っちゃうんで、今度は反らないようにね、ある程度乾燥させて、反り始めたらポンと重しを乗っけて乾燥させます。だからね、結構そのね、置いとく時間、乾燥させる、まあその間にね、インナーとか他の小歯磨きとか下ごしらえ進めるんで、工程的にはこれを最初の方にやっといて、うん、で他のものを進めるとか、そういう感じかな。そうすると無駄がないよね。よいしょ。次はリス仕様、リス仕様です。ちょっと水分多かったかな。ちょっと多かったかもって感じだけど、まあ大丈夫でしょう。ね、表面が乾いてるぐらいって言ったじゃないですか。表面がまだちょっと湿ってる感じ。でちょっと乾かしてからでもいいかなぐらいな感じでね、ちょっと広げといて、まあ大丈夫でしょう、これぐらいなら。表から裏から両方これ入れてます、水分は。このミネルバリス塩もこのやっぱファンが多いよね。経年変化がとても大きいんで、ね、いわゆる味ってやつですよね。味を楽しんでいただける皮でございます。さあこんな感じでね、だらだらと動画はこれからも続けていこうと思います。何かね、こんなことやってほしい、あんなことやってほしいって聞けない注文も多いと思いますけども、お気軽にリクエストくださいませ。そんな感じで一つチャンネル登録よろしくお願いいたします。よいしょ、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。